ギャルド・レピュブリケーヌ・吹奏楽団ギャルド・レピュブリケーヌ・管弦楽団はフランス国家憲兵隊の共和国親衛隊に所属している軍楽隊である。日本では今日ではギャルドの略称で親しまれているが戦前はギャルド・レピュブリケーヌのように呼ばれていた。楽団の特に吹奏楽の演奏は高いレベルである。軍楽隊では吹奏楽編成を採用しているところが多いが 管弦楽の編成を取ることができるように、弦楽器奏者を加えている。軍楽隊ではあるが、今日では、マーチングバンド形態などの演奏は、一切行わず、コンサート形態での演奏にのみ専念している。日本へは1961年11月に、軍楽隊が第7代学長フランソワ・ジュリアン・ブラン、以下76名が初来日し、バッハ、ラベル、ドビュッシー、 ロッシーに、ベルリオーズ、レスピーギの還元楽作品の編曲等の演奏を披露し、日本の吹奏楽発展に大きく寄与した。また、初来日時には、東京、杉並公会堂で、瀬戸口東吉の軍艦行進曲、ダニークマの宿典行進曲等の日本人作曲家の吹奏楽曲とギャルドのために、フローラン・シュミットが作曲した、ディオニソスの祭り。 ドビュッシーの牧神の午後への前奏曲、ビゼーのアルルの女大に組曲より、ファラン同僚演奏、ステレオ録音を行った。2007年3月の NHKFM 放送の番組、今日は1日吹奏楽三昧では、NHK で発見された、初来日した、サイの B プログラムのライブ録音が放送され、話題となった。2009年6月に、 NHK が初来日のライブ音源を CD 化し発売した。学長はコンクールによって選ばれる。応募対象者は陸海空軍の軍学隊長に限られていたが、1971年12月23日付の法令で広く民間人にも門戸が広げられた。現在、共和国新衛隊音楽隊は吹奏楽編成の音楽隊に加えて、 弦楽器奏者を加えて編成されている。国家憲兵隊の3名の士官、副学長、編成担当士官の他に116名の演奏隊員で構成されている。演奏隊員は2年間の訓練期間を経て順位に昇進する。ほとんどの演奏隊員の階級は国家憲兵隊順位である。演奏隊員のほとんどは パリ音楽院の卒業者であり、民間との兼職が認められている。現在、22名が民間オーケストラのメンバーを兼務、49名が私立音楽学校教授を兼務している。現在の楽器別演奏者人数は下記の通りである。ありがとうございます。